1>, 1分解説いきます、えー、高校無償化、えー、無償化を反対するというよりもね、えー、無償化の先にあることを、えー、続き解説します、えー、完全無償化反対ですうー金持ちには学費を払わせるべき高校は義務教育じゃありませんし、えー、しっかり払わせるべきなんだで、えー、もちろんお金ない人には、えー、給付金補助金出していいと思いますよ それは個別ケースで,すで、えー、高校無償化で私立に人気が高まるそうすると公立高校が定員割れになる定員になれば廃校になるその敷地を売却するこれは政・官・財これ三者合意ですで実際に大阪ではもう先行して始まってます大阪を見てください東京・小池都政がその後追いをしてんですね、えー、売却ですよ